はーい、皆さんこんにちは、横山和樹でーす。いやー、皆さん教会のイベントどうですか？出したい選手の総合値をもう上げまくって、みんな大変な思いをしていることだと思います。自分もです。もうこの横山和樹のこの一週間の苦労をね、もうね、みんなに見せてあげたいぐらい。もう朝起きて、もうね、ウイクラして、仕事行って、昼に休憩の時にウイクラ回して、あんた何やってんのってなんか同期の人から言われたりね。うん。で、帰ってきて、ウイクラしてね。で、寝るまでウイクラしてね。で、寝て、次の日起きたらまた仕事行く前にさ、こうやってウイクラ回してね。ね。ウイクラしかしてない、本当にもう。ウイクラしかしてないよ。うん。てなわけで、選手登録をするのと、あと、今回ね、UCL スカウトやっていきたいと思います。先にね、選手登録しちゃおうかなと思って。うん。これ、残り1日と22時間。やりますか。とりあえず、選手登録。じゃん、サポート選手。は？ファッ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 ファーン。なんじゃこりゃ。あ、これあれ、みんなが登録してくれた選手か。そういうことか。ね。なんか、30歳ぐらいまで、29歳までちゃんと育ててくれてる人もいれば、23歳とか、もうそのままあれかな、スカウティングリストから登録した感じかな。そういう人もいますね。まあ、いろいろいますけども。まあ、みんなの選手をね、どんどん、使ってね、みんなで勝ちたいな、思うんですけども。まあ、さすがにちょっと総合値高い人を優先的に使うっていうのは、まあ、しょうがない。みんな出してくれてるね。ありがとう。てか、アインズさんめっちゃ頑張ってんね。100超えちゃんとしてるよ。横山和樹全然100超え、一人しかいないけど。一人しかいないけど、100超え。100、しかも100ちょうどだし。さあ、見てみましょう。選手から、コシェルニ。こいつを100にした。でもね、残念ながら26歳なんだよね。もうね、疲れた。もう疲れた。いや、もう本当はね、28歳までやろうかなと思うんだけどね、さすがにね、もうそろそろ登録しかないとね、連携が下がるからね、もうあとキャンプしてあげないといけないから、さすがにもう登録しなきゃいけない時間。だからもう登録しちゃいまーす。あとエブラね。エブラとコシェルに登録したでしょ？であと、ベンゼマね。で、ベンゼマは、他の方がね、一人用意してくれるって言うんですけども、一応ね、控えとして、一人出しときます。私、横山和樹もベンゼマを出すと。よし、登録完了ですかね、これでね。やったー！これ、この3万ポイント。これが大事。やっと解放された。いやー、マジ嬉しいわ。肩めっちゃ凝っとるわ。そしたら次はチーム編成ですね。あ、ここちょっとカットしようかな。少しカットして覗いてこようかな。はい、じゃあカットしました。まあちょっとね、覗いて、中先に覗いて、いろいろいじってみました。3分ぐらい。ね。で、そんで、じゃあいざ、選手入れ替えしていきますか。一応、とりあえず、ベンチ入りの人と交代して、その後、スタメンの人と変えていこうかな。この人をベンゼマに変えよう。ベンゼマ。いた！よし。いや、これさ、選手解放邪魔だ。
特性解放もさ、三つあるけどさ、もうお金が足りないのね。もうお金がさ、だってさ、全財産のさ、もう半分ぐらい減ったよ。特性解放したりなんかで特性のレベル上げするのにさ。もうやり始めたばっかりの人にとってはさ、かなりきついよね、これ。それにね、星7の選手を3人ね、雇うっていうのは、やっぱりね、大変。もうめちゃめちゃお金取られるもんって。でもこれで3人もう解放しちゃったから、ね。あ、そうそう、この3人ね、レジェンド登録。レジェンド登録って間違ったらなんだっけ。殿堂入りか。殿堂入りをしときました。一応ね、ここに投入する前にしておいたの。これちょっとここら辺か。全然ここら辺にしようか。95。低いな。で、ここにエブラだね。で、コシェルにはセンターバックなんだけど、こっちの方が低いからこっちと交代しといて、あとは、あれだね。他の人がまた登録するときにまた見に来ればいいか。よし、じゃあこのもかな、とりあえずな。うちのね、教会の人もね、この動画も多分見てくれると思うんですけど、もう適宜変えてください。場所とか、ね、戦術とか、ね、お願いします。全然私わからないんで。じゃあそういうわけで、UCL スカウト行きたいと思います。はーい、皆さん、じゃあ、UCL スカウトの方やっていきたいと思います。いやー、D の来い。ベストメンバー1人確定、スカウト ×10。残り1日。星7ね、来てほしいね。あ、皆さん見てください。右上、1.5K でーす。課金しましたよ。行きましょう。なんでブラックファイルなんだよ。なんでブラックファイルなんだよ。なんでブラックファイルなんだよ。わあ、ゴールキーパー。ゴールキーパー、ゴールキーパーばっかり。ああ、まあ、ああ、宮城が来た。スラムダンクの宮城。あとは、おお、星六、カルバホ、マルキニョス、マルキニョス、コケイ、星六三体来たよ。三体じゃない、三人。間違った。タイってなんだよ。三人だよ、三人。もう一回。カルバハル、マルキーニョス、コケ。スペインじゃん。ブラジルとスペインこれ。じゃあ皆さん、この辺にしときましょう。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。